よろしいですか。それでは私から一件ございます。すでに昨日私からコメントを出しておりますが、この度大阪大学に引き続き京都大学においても1年近くも経過して入試ミスが発覚したことは大変遺憾です。各大学においてはまず現在実施中の今年度の入学者選抜において入試ミスが起こらないよう全力を尽くしていただきたいと考えます。文部科学省においては今後入試ミスの防止や適切な対応のためのルール作りを進めるとともに、各大学の取り組み状況について調査把握に取り組むとともに、昨日入試問題のミスの早期発見のため文部科学省に専用の窓口を設置しました。引き続き入試ミスの防止や迅速な対応のため全力で取り組んでまいりたいと思います。私からは以上です。社会からお願いします。入試ミスが相次いでいるわけですけれども、これの根本的な原因がどういったことにあるとお考えなのかというと、あとルール作りということですけれども、具体的にどういったものを想定されているのか。はい、根本的な原因というのはなかなかそれぞれ複であるとこういうふうに思いますが、問題を作成して試験を実施してという一連のプロセスの中で注意を最大限払っていただかなきゃいけないこういうことと、それから今後ルール作りをやってまいりますが、その中でやはり回答例の公開で、それをやっていただくということもこういうことがなくなっていくことにつながっていく、こういうふうに思っておりますので、すで、に、毎年度大学入学者選抜実施要項においてですね、標準的な回答例や出題の意図等を明らかにするように促して、いるところで、ございますが、今回の両大学の件も踏まえてですね、関係者の意見も聞きながら出題ミスの防止及び早期発見の観点も含めて、問題や回答出題の意図等の回答のあり方についてもさらに検討していきたいと思います。拍手さんお願いします。はい、どうぞ。テレビ朝日です。そのルール作りについてなんですけれども、新たなそういった公開とかを含めたですね、ルールっていうのは今実施されている、今年度の行われている入試とかでも適用される見通しなんでしょうか。今すでに行われている入試については遡ってというわけですか。今月各大学で実施されているとされる予定だと思うんですけれども、それについても適用されるのかどうかと思います。はい、基本的には今からいろんな意見を聞いて作りますので、遡ってとか今やっているものに適用するというのはなかなか難しい部分があると思いますが、そういうことも含めて、基本的には次の年には間に合うようにやるということです。そういうことも念頭において検討していただいたというふうに思っています。いいですか。はい、日刊工業新聞の富美です、はい。ちょっと話題変わるんですけど、明日 JAXA から電柱型ロケット SS520 というのが打ち上がります。で、今週にはインターステラテクノロジーズという会社も核型ロケットの打ち上げをまた2号機を予定していて、今後の日本の小型ロケットの開発と今後の検討についてお考えを聞かせてください。はい、宇宙開発利用の拡大に向けてですね、官民一緒になって、共にですね、小型ロケットの開発を進めることは重要というふうに認識しております。で、このJAXAの方はですね、打ち上げ能力を向上させたイプシロンロケットにつきまして、1月18日に高性能小型レーダー衛星アスナロ2の打ち上げに成功したところであります。また超小型ロケットである SS520 の5号機については2月3日の打ち上げに向けて、JAXA において準備を進めておりまして、実験成功を期待しております。で、この今後ともイプシロンロケットについてはですね、国際競争力の強化、それから高い信頼性の実現を目指してですね、開発を着実に推進するとともに、超小型ロケットの開発についても必要な支援をですね、進めてまいりたいというふうに思います。
はい、すみません。すみません、私は根岸です。入試ミスに戻るんですが、今回まあ、大阪大学と京都大学で、まあ、相次いで、まあ、かなり重大な類のミスが起きてしまったということなんですけども、まあ、それなりに当然大学としても何回もチェックをしているものの、まあ、かなり長期間にわたってミスをしてしまっていたという結果だと思うんですが、このあたりその大学側のですね、その問題に対するチェック機能が落ちているというふうなことが起きているとお考えなのか、まあ、それとも、まあ、今回たまたまこういった現象が重なってしまったとお考えなのか、そのあたり大臣の考えいかがでしょうか。はい、ミスが起きてしまったことはまた遺憾なことだと、僕は先ほど、申し上げさせていただいた通りでございます。まあ、長期的構造的にですね、こういうミスを防ぐ力が落ちているかどうかということについてはですね、この予断を持って申し上げることはなかなか難しいと思いますが、検討を今からいろいろしてもらう中でですね、もしそういうことがあるとすれば、そういうことに対する原因究明等もですね、していただけたらと思います。はい、引き続きテレビ朝日ですけれども、相撲の関連なんですけれども、昨日第三者によるですね、過去 の暴力事案も含めた洗い出しのですね、対策というのが発表されましたが、それについての受け止めをお願いいたします。はい、日本相撲協会からの報告によりますと、昨日の理事会においてですね、暴力問題再発防止検討委員会の設置が報告されまして、まあ、今後ですね、委員会において過去に遡って、実情を把握し、暴力を根絶するための具体的な取り組みが検討される方針であると、まあ、承知をしております。まあ、協会においてはですね、一連の不祥事について、まあ、危機感とスピード感を持って、再発防止策の策定とその実施についてですね、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。すみません、関連ですけれども、はい、大臣が何からスピード感を持っているというふうにおっしゃってますけれども、協会によると再発防止策を、まあ、完成させるのを大体今年の10月ぐらいをめどと表示というふうに発表がありました。まあ、ちょっと長いかなという印象もあったんですが、このスピード感という意味においてはどのようにお考えでしょうか。はい、基本的には相撲協会の方のですね、この具体的な取り組みということですから、スケジュールに従ってやっていただきたいと思いますが、まあなるべく早くですね、これやっていただくということが大事であるということはですね、再三申し上げてきたところでございますので、やはりスピード感を持ってですね、取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございます。はい。